さて、追っ始めるか。はあ、これでよし。終わったわ。最後に大きな仕事になったわね。懐かしいのではなくて。まさかこれを持ち出すことになるとはね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。ずっと見守ってきたのですもの。でもなればこそ、これからの旅路であの子たちには必要なものとなるでしょう。因果なことだ。いいえ、私はそうは思いません。人は同じ過ちを繰り返すように見えるけれど、因果は決して円環ではない、螺旋なのです。あの子たちがあなたや私と同じ道を選ぶとは限らない。確かに。来たわね。私の霊力も随分と弱まってしまったのね。こうもあっさり結界を破られるなんて。戦ってくださるの？でもどの道私は。なればこそ安らかにあれ。ありがとう。あなたの真心忘れないわ、古き友よ。魔女っ子シール家の鬼退治、ここいらの新しい伝説になるわね、きっと。そんなことない。私にできたのは些細なことだけ。クリフォトが閉じたのは何か別の力、私の術ではない。ガッツさん、どうしたんだ。傷は塞がったんじゃねえのかよ。いいえ、これはかなりの深手です。肉体の傷は確かに塞がっていますけれど、幽体の傷が癒えずにそのまま残っているのです。大したことはねえよ。ちょいとした立ちくらみみてえなもんだ。肩ぐらい貸しますよ、不本意ながら。いいって。ガッツさん、私たちが脱出した後一体あそこで何があったのですか？ぶん殴ってやったのさ、こいつで一発。天使気取りの化け物を。そんなことが。人間にそんな上位の霊体と戦える手段など。あの剣、隔離用のものを切り続けることでその力に特化したあの剣なら、もしかしたら。何このオドの流れは。森の奥、館の方角。ファルネーゼとキャスカはここで待ってろ。館にヤバいのがいる。トロールなんて目じゃねえ奴らだ。消えている。お師匠様が危ない。こいつらじゃねえ、もっとやべえのが来てやがる。Yeah.
もどこから湧いて出やがった。何なのあれは。間違いねえ、あれは人。こいつらは俺が引きつける。お前らはばあさんのところへ行け。シールケさん、行きましょう。
徳勢に名乗る名は持たぬ。五人の見つかりにあだなす者とだけ言っておこう。そうか、だからあの時トロールの巣に。噂は耳にしている。人を買って回る黒い剣士。ゾッと、てめえがどうしてここに。まさかてめえらの主ってのは。知れたこと。人外が主と定めるはこの世にただ一人。ゾット殿、この者の相手、このグルンベルドにお任せいただきたい。よかろう。かたじけない。このグルンベルド、鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんて。どの口でほざきやがる。貴様らがどの口で鷹の団だと。Yeah.
の戦髄を食らってへし折れんとは。だが貴様の戦いぶりは何だ。何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか。なんて一撃だ。波状ついても打ち込まれたみてえだ。人の姿のままだってのに力は波の人以上。シール家、よくお聞きなさい。我がマナ弟子よ、あれを黒い剣士殿に。あれってまさか。それよりこのままではお師匠様が。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか、魔術師のあなたになら分かるはずです。でもやっぱり寂しいです。私、日だまりの元の膝枕もゴーレムたちとの午後のお茶もみんな亡くなっちゃう。燃えてしまう。おい、どうすんだよ。このままじゃ。宝物庫へ向かいます。そこにガッツさんに渡さなければならないものが。あの人が私の運命なのかどうか私には分かりませんけれど、今あの人を救えるのは魔術師の私だけ。レイジュの森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの。戦士として我が戦鎚にてほふるにはあたわぬ。木っ端となりて懺悔せよ。やられる。ガッツさん、すぐこちらへ。シールカ、